次はパリオリンピックでブレイクダンスを日本が初めて出すって金メダル候補だって、日本ってすごいなと思ってね。で、ああブレイクダンスよく高架線の下でね、若い子たちがやってたんですよ、練習風景で。私も若ければきっとやってたな、こんなことと思いながら見てはいたんですよね。でもまさか自分がねやるとも思わなくて。それで私のたまたま後輩の人からね、先輩ブレイクダンスやろうと思うんですよって、日本で初めてねオリンピックに出るのでグループ作ろうと思うから、その高齢者ばっかりのねグループ作りませんかって言われて、あそれは面白そうねっていうのが最初だったんです。そんな難しいことはもちろんね、もう年ですから頭でくるくる回ったり片手で立ったりなんて絶対できないけども、下半身強化ね、運動にはなるなと思ったのでそれで続けてます。日本舞踊は逆にね、生きてる限り踊れる運動っていうかな、文化なのでね、そのためにもブレイクダンスは多分ずっと生きてる限りやってると思います。100歳までできますよ、やる気になったら。ブレイクダンスは生きてればね。なんか江戸川区に集まってくるっていうか、シニアの方々集まってきて、それが日本、そこから世界に羽ばたいていったらすごい嬉しいなって思います。まだまだ可能性があるんで、とにかくシニアの方が健康に楽しくブレイキンを取り入れて、でみんなに注目されて、でどんどん増えていってもらえたら嬉しいと思ってます。いや初めて見て、シニアブレイキングって書いてあるじゃないですか、え踊れんのってやっぱ思っちゃって、やっぱ出てきて踊ってる姿見てめちゃくちゃかっこいいなって思いました。1,2,3 はい、いいですよ、1じゃあカメラ目線で、はい、1,2,3